日本各地の映画文化を支える映画館、通称ミニシアター。これは地域に根ざした独自の視点で活動するミニシアターたちの物語。今回は神奈川県藤沢市にあるシネコヤをご紹介します。新たなその映画空間としてのシネコヤ、映画館でもミニシアターでもなくシネコヤなんです。藤沢の映画館が2館あって、それがまあ60年とか長く続いていたいわゆる町の映画館だったんですけれども、そこが閉館してしまったのをきっかけに、なんかすごく寂しいなという思いが自分の中に生まれて、生まれ育った町が変化していく、好きなものがなくなっていって変化していくっていうところに、すごくこう何かしたいっていう思いと、そのお仕事で地域活動を見ていたっていうものがこうつながっていったっていう感じですね。最初にシネコヤという名前で、映画のイベントを企画したんですけれども、今までの映画館の仕組みとはちょっと違う映画館を作りたいなと思って、もっとこう小さな個人商店規模の小さいシアターを作りたいと思って、でその時にそのシアターにつける名前を何にしたいかなっていうのをイメージして、それでシネマの小屋でシネコヤという名前をつけて活動し始めて、その経験が今のこの常設のシネコヤにもつながっているかなと思います。ここもともと写真館の建物だったんですけれども、の神田スタジオという写真館で、その当時の看板が可愛いので残してます。じゃあ中の方ご案内させていただきます。ここがパンの販売になりまして、パンだけ買いに来る方とかもいらっしゃいます。で、人気なのはクロックムッシュで、皆さんこう映画を見る前とかにパンを食べながら待っていただいたりしてます。はい、でこちらの1階部分が、本のスペースになっておりまして、小説エッセイと、映画本も中心になるんですけど、約3000冊の本とパンフレットを取り揃えています。こちらのお部屋も本のスペースになりまして、奥の方までちょっとレトロな家具を揃えて、皆さんゆっくりと映画の前後に楽しんでもらってます。次に2階のシアターの方ご案内します。ロビーというほど広くないんですけど、昔ながらの映画館のロビーをイメージして、ちょっと赤いビロード調に、こだわって作りました。こちらがシネコヤのシアターになります。普通の映画館と違って、椅子がもう全然バラバラで、ソファーとかもあるんですけれども、皆さん下でパンとかコーヒーを買っていただいて、ここで食べながら映画を見ることができます。皆さん自宅の延長のような、リビングのような感じで、かなりリラックスしてご覧いただいてます。
その映画の世界をイメージした装飾とかあとドリンクとかフードを、その上映期間提供するっていうのをやっています。最近で言うとウォン・カーワイ監督の映画をイメージしたドリンクとお菓子を作って提供してました。ミッドナインティーズっていう映画があるんですけど、ラストでお兄ちゃんがいつも飲んでるオレンジジュースを弟にあげるっていう、そのボトルのデザインを真似してデザインのラベルを作って、であえてボトル2本で提供するっていうのをやったんですけど、あれ結構気に入ってました。インディーズシネマリンクというイベントを昨年企画しまして、まあ、映画制作をしている人たちの作品を上映して参加者の人たちと交流をしていただくっていう、ネットワーキングを作っていきたいなと思っていて、インディーズの作品を作っている人たちと作りたい人たちがこう交わるようなイベントとして、インディーズシネマリンクというイベントを企画しています。人の歩くスピードだったりとか風の速さだったり、東京と比べるとなんか空気の重さがやっぱちょっと軽いなと思うので、その辺が湘南のいいところかなとは思います。実はここ鵠沼海岸の商店街が結構昔からやってるお店と新しくオープンするカフェとかちょっとおしゃれな雑貨屋さんとかも結構あって、なるべくこの地域のものを使ってドリンクなども作りたいなと思ってるので、もう30年ぐらいやってる老舗の喫茶店なんですけれども、そこのマスターにシネコヤをイメージしたオリジナルブレンドというのを作ってもらって、そこの豆を使っています。この映画をイメージしたフードとかドリンクを、まあ、自分たちだけじゃなくて地域の飲食店ともコラボレーションしていきたいなと思っていて、薬膳惣菜ニコさんというところと一緒に映画をイメージしたフードを作ってもらう予定です。シネコヤを映画館として紹介していくというよりは、なんか一商店として紹介していきたいな。シネコヤというのは映画だけではなくて映画プラスアルファの空間、その映画とそれぞれの街のプラスアルファがあるといいなと思っていて、今すごくスピードが速い時代だし、こうなんか日々の生活に追われがちだけど、ここに来ると自分の時間軸を取り戻せるみたいな、そういうもののアイテムの一つとして多分映画とか本とかってすごく助けになるものだと思うので、自分の家以外に自分の時間を過ごせる場所っていうか、そういう場所になったらいいな。でいろんな各地域にそれぞれの地域のシネコヤっていうものが生まれて、シネコヤという名前が一人歩きして一般名詞化していくといいなと思ってます。